メーション。皆さんこんにちは。サンダー学び子育て情報局の時間です。この番組は毎月第1、第3月曜日のお昼12時からお送りしています。サンダ市では学びの街サンダを目指し、教育や障害学習の充実を図るとともに、子育てしやすい街の環境づくりのため、様々な取り組みを進めています。この番組では、スタジオに市役所のご担当者の方にお越しいただき、教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについてお話しいただきます。お相手は藤田のぞみです。今回はスタジオに三田市健康増進課山田さんにお越しいただき、食育の取り組みと健康的な食生活についてお話しいただきます。山田さん、よろしくお願いします。こんにちは、三田市健康増進課の管理栄養士の山田です。よろしくお願いします。お願いします。さて、今日のテーマは食育の取り組みと健康的な食生活ですが、どうして食育は必要なんでしょうか。食育は様々な経験を通じて、食に関する知識とバランスの良い食を選択する力を身につけ、健全な食生活を実践できる力を育むことです。はい、生涯にわたって心身ともに健康に生き生きと暮らしていくために、子どもだけではなく大人にとっても食育が大切となってきます。食育は子どもはもちろん、大人にとっても重要だということですね。確かに私たちが生きていく上で食べることって大切ですよね。三田市ではどのような方針で食育に取り組まれているのでしょうか。三田市が食育の中で特に力を入れているのが、早寝早起き朝ごはん、教食をしよう、野菜を食べよう、自分に合った食べ方選び方を知ろう、地産地消です。はい、平成29年度に策定した三田市食育推進計画後期のキャッチフレーズは、プラスワンの食育で、はい、今の食生活や食事の内容をあと一歩、もう一歩踏み込んで取り組んでいくというイメージで食育の取り組みを進めていきます。はい。プラスワンというキーワード、わかりやすいですね。何か足りないものにプラスワンする、一つ足すといったところでしょうか。はい。野菜など普段の食事内容で足りないものを自身で気づいてもらうことも必要ですが、その状態にとどまらず、あと一歩チャレンジしてみることを目標とします。日常の食事内容にプラスワンすることで自然と意識が変わってくる気がしますね。例えばどのようなプラスワンの取り組みがありますか。例えば三田市の取り組みの一つである自分に合った食べ方選び方を知ろうでは、はい、コンビニやスーパーで単品料理などを購入する場合、お惣菜を一品増やすなどの工夫をするといった行動が挙げられます。コンビニやスーパーで商品を買うとき、あまり意識せず自分が食べたいものだけを選ぶ人が多いかもしれませんね。はい、平成29年に実施した三田市民を対象としたアンケート調査によると、家庭環境の変化やライフスタイルの多様化などにより、外食や惣菜、即席食品が増え、忙しい生活の中でも手軽に食事をとることができるようになったのですが、利用頻度が高い人は健康管理に対する関心が低く、教食頻度やバランスの整った食事、食の情報に触れる機会が少ない傾向がありました。そうなんですね。手軽な食事、とても便利に思いますが、食事内容のバランスに関わってくるんですね。その場合はどのようにしたらバランスの良い食事になるでしょうか。外食や惣菜、即席食品を利用するときも、主食、主菜、副菜を揃うように選ぶとバランスが良くなります。そうなんですね。はい、ご飯、麺、パンなどの糖類が中心となる主食、はい、肉、魚、卵、大豆製品などのタンパク質が中心となる主菜、
野菜、キノコ、海藻が中心となる副菜、この3つが揃っていればおおむねバランスが整い、うん、健康に生き生きと暮らしていける食事といえます、はい、3つが揃っていることを意識し、野菜などの副菜が足りていない場合はお惣菜をプラス1品することを心がけましょう。はい、主食、主菜、副菜が揃った食事がバランスの良い健康的な食事と言えるんですね。外食や惣菜の利用が多くなりがちでも3つが揃っているか意識することが大切ですね。そして野菜を積極的に取り入れることが重要ですね。はい、これまでの食育の取り組みでも食育講座などの中でバランスの良い食事の説明に加えて、野菜を食べように力を入れてきました、はい、1日に必要な野菜の量は 350g と言われています。350g というと分かりづらいので、1日3食で小鉢5つ分の野菜を食べようとお伝えしています、うん、アンケート調査の結果より三田市民の4人に1人が5つ分以上食べることが理想だと答えましたが、実際には17人に1人しか野菜が足りていないという結果になったんです、そうなんですね。理想とはかけ離れていますね。そうなんです。まずは小鉢プラス1つ分を目指すことを目標にし、今後も力を入れて取り組んでいきます。はい、1日 350g を初めからクリアしようというのは難しいかもしれませんが、小鉢プラス1であれば実施できそうですね。はい、具体的にはどのような取り組みをされているのでしょうか。市内の小売店や事業所、関係団体などと連携し、さまざまな食育事業を行っています。例えばパスカルサンダ一番館のサンクスフェアや農業祭りで、三田市泉会とともに野菜の 350g 測定体験を行ったり、三菱電機株式会社三田製作所のオータムフェスティバルや、コープ三田西店のコープフェスタでは、三田地域活動栄養士の会とともに野菜をどれくらい食べているのかチェックを実施しました。そうなんですね。また教育委員会と歯科医師会が主催する食育フェアやイーハノフェアでも楽しめる食育ブースをたくさんご用意しています。今年は11月24日日曜日に開催する予定ですので、皆さんぜひ遊びに来てくださいね。ありがとうございます。小売店や事業所、関係団体などさまざまなところと連携して食育の取り組みを進めているんですね。野菜 350g を実感したり、食育についての意識が高まりそうですね。他にはどのような取り組みがありますか。はい、市民向けの市政出前講座では食育講座を対象者別に4つご用意しています。はい、クイズを交えたりチェックシートを使いながら進めたりと、楽しみながら食生活の大切さに気づいていただけるような内容となっています。そうですか。高校生に対する食育の授業もさせていただいております。はい、クイズを交えた講座とは楽しそうですよね。例えばどのような問題が出されますか。はい、例えばダイエットの嘘本当クイズと題して、太りやすい人は水分の取りすぎでも太ってしまう、丸か×か、藤田さんはどちらだと思いますか。どちらでしょうか。悩みますね。丸でしょうか。はい、正解は実は×なんです。×なんですね。はい、太るとは体の中の脂肪が増えることなので、水を飲んだからといって脂肪を増やす原因にはならないんです。そうなんですか。勉強になりますね。こうやってクイズ形式にすると楽しく学ぶことができますね。はい、その他にも便秘も太る原因である、他の油よりオリーブオイルを使う方が太らない、ダイエット中は砂糖を避け蜂蜜にする方が良いなど、様々なクイズを用意しています。へーと言いたくなる楽しめる講座を心がけています。私も講座を受けてみたくなりました。食育の情報を得たい場合、食生活の相談、先ほどの出前講座を申し込みたいという場合、どうすれば良いでしょうか。市ホームページに三田食育ネットという食育のページを作成していますので、ぜひそちらをご覧ください。はい、またその中に食育コラムも掲載していますのでご活用ください。はい、食生活についてまた健康については栄養士や保健師に相談できる市民健康相談を行っています。そうなんですね。はい、市民健康相談も先ほどの出前講座も健康増進課へお問い合わせください。はい、連絡先は 559-8000
6155です。詳細は三田市ホームページや広報誌にも掲載しております。はい、健康増進課には保健師もおりますので、食事だけではなく、健康について何かお困りのことがあればお気軽にご連絡ください。はい、ありがとうございます。では、もう一度ご案内しておきましょう。食育やお食事のご相談、出前講座などについて知りたい場合は、市ホームページの三田食育ネットをご覧いただくか、電話559-6155、559-6155、三田市健康増進課までお問い合わせください。山田さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。今日は三田市健康増進課管理栄養士の山田さんにお越しいただき、食育の取り組みと健康的な食生活をテーマにお話しいただきました。次回の放送は6月17日月曜日お昼12時からお送りします。また本日の内容は三田市のホームページに掲載しますので、ぜひご覧ください。三田学び子育て情報局、この時間は三田市が進める教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについて分かりやすくお伝えしてきました。さて次はどんなお話を聞かせていただけるのでしょうか。どうぞお楽しみに。